バリアークは、ロシア連邦のミサイル巡洋艦である。1 1 6 4 1号計画、アトラント型ミサイル巡洋艦の3番艦。艦名は、バリアークとも表記される。バリアークは、1979年7月31日に、ウクライナ共和国ニコラー F の61コムナール、記念工場で寄港された。工場番号は2010で、建造当初の名称は、 赤いウクライナという意味のチェルボナウクライナであった。この名称は第二次世界大戦で戦没した軽巡洋艦の名称を受け継いだものであった。チェルボナウクライナは1982年11月5日にはソ連海軍に登録され、1983年8月28日には浸水、1989年12月25日には竣航した。本艦は 艦隊艦ミサイルが2番艦までの P-500、バザーリトに変わり、バザーリト改良型で射程 700km の P-1000、ブルカーンが搭載されている。1990年2月28日にはソ連海軍太平洋艦隊に編入された。ソ連が崩壊するとそのままロシア海軍に移譲された。しかし、ソ連の崩壊とウクライナの独立により、 赤いウクライナという名称が、イデオロギー的にも、国際関係的にも好ましくない名称となったため、1996年2月9日には、バリアークと解消された。この名称は、建造が中止された重航空巡洋艦から譲り受け、日露戦争の主君艦を記念したものである。同艦は、新鋭ミサイル巡洋艦の称号を与えられた。バリアークは、この年内に、 それまで駐留していたカムチャツカ半島からウラジオストクへ開港され、ロシア海軍太平洋艦隊の機関となった。新鋭ミサイル巡洋艦バリアークは、その後も積極的な活動を続けた。1996年7月のロシア海軍創設300周年記念館艦式においては、受越部隊の機関を務める。1997年には、 大韓民国と日本を表敬訪問した。1999年に小規模な火災事故を起こし、ウラジオストクのダーリザボートで修理された。2001年には、バリアークをモスクワ総主教のアレクシー2世が訪問した。2002年秋には、日本の海上自衛隊の50周年、記念国際観艦式に参加、東京湾を訪れた。 さらに2004年には先々代の巡洋艦バリアークが参加し激戦の末沈没した二川沖海戦100周年を記念して大韓民国を訪問した。このほか中華人民共和国をたびたび訪問している。本館の母校はウラジオストク近郊のストレロク基地であるが実際には太平洋艦隊機関という性格上。 ウラジオストクの太平洋艦隊司令部ビルの前の不当にウダロイ級駆逐艦4隻と共に停泊していることが多い。2006年春からはウラジオストク交渉でオーバーホールを開始し、2008年1月16日より会場テストを開始2月9日付で正式に艦隊へ復帰した。ありがとうございます。